環保触覚団長の単外国環保触覚は、香港の環境保護団体である。2004年に成立し、政府などの団体による環境破壊行為を監視したり、改善の意見を提出するといった活動を行っている。創立者及び現任の団長は単外国である。問題としている環境問題は以下のようなもので、ほとんどが都市の発展と関係がある。結婚式のメニューにフカヒレを提供することへの抗議デモ、香港にあるマクドナルドや KFC コーポレーションといった大手外食チェーンと共同で無ストローの日という活動を行い、その日は終日ストローを主導的には客に提供しない。李永花と名乗る人物がサメの保護を目的にフカヒレ結婚式礼金7割という活動を提案した。これは結婚式の料理にフカヒレが提供されたら礼金が7割となるというものである。これについて環保触覚の団長は極めて意義があることで大いに支持すると表明した。2011年1月5日に香港の板長寿司及び日本の銀座の寿司店は東京の築地市場で行われる恒例の初競りで共に1本3429万円で、北海道、土肥産の大西洋クロマグロを競り落とした。これは、過去最高値であったが、環保触覚含む香港の環境保護団体は、この店が4年間連続で、高額で、絶滅の恐れがある大西洋クロマグロを買うことに、批判。大西洋クロマグロの保護のため、連続して競ることへの中止要求をしている。また、環保触覚の担任者が、Facebook で支持者を集め、同年1月8日に、香港の左官閣に所在する、板前寿司の支店の前で抗議した。環保触覚は、冷房の温度について、摂氏 25.5 度以上を設定した方がいいという、アドバイスを提議した。しかし、湿度が長年 80% の以上の香港には、不適切という批判もあり、団長の単外国には常に行き過ぎが指摘されていた。香港の TVB で放送されていたテレビ番組、王流にて、数多くのポリスチレンが使われたことについて、環境に悪く内容が下品であるとして、放送中止を要求していた。しかし、このような考えに対しても一部から批判が起きている。環保触覚を取材したい人や団体に対して、人手の余裕がないことを理由に、ボランティアをしながら取材することを要求している。しかし、香港樹仁大学などからは、反発が生じ、利益に関わらずに取材する原則を破ると指摘されている。このため団長の単外国は、樹仁大学の学生についてはボランティアをやっても、環保触覚への取材を断ると表明している。ありがとうございます。